ないですよ。え？百葉箱空っぽです。マジで？ウケるね。夜のお散歩かな。ぶん殴りますよ。それ、取り戻すまで帰ってきちゃダメだから。今度マジで殴ろう。どうしたらいい？今どういう状況？五条先生、2年のみんなに見せやーった。うちいで、めぐみ、これ持ってて。これを菊水庵、菊福。この人土産買ってから来やがった。人が死にかけてる時に。土産じゃない。後ろ。生徒の前なんでね、カッコつけさせてもらうよ。死なせたくありません。市場？市場です。なんとかしてください。可愛い生徒の頼みだ。任せなさい。空室なんていくらでもあったでしょ。だって賑やかな方がいいでしょ。よかれと思って。授業と任務で十分です。ありがた迷惑。やっぱ俺も行きますよ。無理しないの。病み上がりなんだから。うちそこだから。ありがとう。子供は送り届けたよ。あ？あれ？どったの？伏黒。別に。出番がなくて拗ねてんの。プップー、子供。伏黒は電話の時よくイライラしてるよな。それは電話じゃなくて五条先生のせいだ。バカみてえに強い先生とか頼りになる仲間がいっぱいいるんだ。アウト。珍しいよね、めぐみが僕に稽古頼むなんて。まあ背に腹は変えられませんから。そんなに嫌？僕に頼るの。めぐみはさ、あとは意識の問題だと思うよ。めぐみ、本気の出し方知らないでしょ。例えばさ、この前の野球、なんで送りバントしたの？バントが悪いって言ってんじゃないよ。野球は団体競技でも、呪術師はあくまで個人競技。少し未来の強くなった自分を想像できない。君の奥の手のせいかな。最悪自分が死ねば全て解決できると思ってる。それじゃ僕どころか、死んで勝つと死んでも勝つわ。全然違うよ、めぐみ。本気でやれ。もっと欲張れ。小一の時、白髪の怪しい男が言ってた。君のお父さんさ、善院っていういいとこの呪術師の家系なんだけど、僕が低レベルのろくでなしでお家出てって君を作ったってわけ。めぐみくんはさ、君のお父さんが善院家に対して取っておいた最高のカードだったんだよ。蒸発資金の謎が解けた。俺は善院家とやらに売られたらしい。ああ、ムカつくよ。あんたのそのデリカシーのなさが特に。しかもそのムカつく男が全員家の剣を帳消しにして、俺が将来呪術師として働くことを担保に、俺たち二人の高専からの金銭的援助を通してくれた。気安く触らないでもらえるかしらん、泥棒猫ちゃんたち。めぐみちゃんはこれから私と一緒にバイオリンのお稽古なのよ。帰るわよ、めぐみちゃん。今日こそキラキラ星をマスターしてもらうわん。気にせず行ってください。駅はここまっすぐです。ん？で、マジでなんすか。恥ずかしいんでやめてもらえます？説明。